食が終わったんだね。終わったというか、最初から日食なんてなかった。そういう歴史に変わったんじゃないか。パラドクスが起きなかったらホープ君もここには来てないのかな。パラドクスがなくても予言の書を調べに来てるかもしれない。探してみよう。ユールは未来が変われば過去も変わるって言ってたよね。未来でパラドクスを解決したから日食は起こらないって意味だろうな。納得していいのか。ここにあった予言の書も治ってるといいね。お姉ちゃんが写ってるかどうか確かめないと。見せてもらえる保証はないな。ホープとアリサは俺たちのことが記憶にないかも。あ、パラドクスの最中のことは忘れてるかもしれないんだ。日食を起こしたファルシは何を探して空を巡ってたのかな。未来だったりしてな。お帰りなさい。ユール、あなたもゲートでここへ。あなたが会ったのは違う私、遠い未来の私。ここにも俺を知らないユールか。知ってる。あなたたちのことは見ていたから。あなたは未来が見えるの？私は時を読む。時を読んで正しいところへ導く。会って確かめたかったあなたのこと。あなたも私と同じ。どういうこと？あなたならきっと導ける。わからないよ。同じって何が？ユール、この時代にもいたんだな。ノエル、大丈夫？ああ、突然だったんでびっくりしたけど。あなたも私と同じってどういう意味だろう。きっと導けるとも言ってたな。私に大切な使命があるとかそんな風に聞こえたけど。時を正しいところへ導くってことか。ノエルと一緒に未来を変えることなのかな。時を超えてパラドクスを解いて、同じ顔の女の子に2回も会って、やっと予言の書の場所まで戻ってきた。ホープ君たちちゃんと待ってくれてるかな。私たちのこと覚えててくれるといいんだけど。誰もいなくなってたらどうしようかと思った。パラドックスじゃなくて遺跡そのものを調査してるみたいだね。主任はあれを気にしてるのか。珍しく騒々しいな。先輩、待ってるって
誰を？わからない。でもここに来ると思うんだ。パラドクスが解けた世界では最初から日食なんてなかったことになっていて、私とノエルのことを誰も覚えていなかった。だけどホープ君だけは私を待っていてくれた。ホープ君の記憶も変わってしまっていた。10年ぶりの再会をもう一度やり直すことになったけど、パラドクスが解消したせいで自分たちの記憶が変わったんだって疑うことなく信じてくれた。そして、お見せしたいものがあるんです。来ている場所も状況も不明ですが、一つだけ確かなことがあります。いつの時代かはわからないけれど、そこにはライトさんがいる。オーファンを倒したあの時いなくなってしまったライトさんは、未来のどこかで生きてるんです。夢じゃないんだよね。必ず会えます。うん、会いに行くよ。カポカポ。大丈夫ですよ。僕たちだって時間を超えて再会できたじゃないですか。何年も研究した甲斐があったな。きっかけは予言の書でした。何百年も昔の遺跡から発掘された書に、今国運を支えているクリスタルの柱が映っていた。ありえないことですよね。でもありえないことが現実に起きた。それで思ったんです。時を超えて未来を知る方法が現実に存在するなら、時を超えて過去を変える方法もあるんじゃないかって、歴史を変えて助けたかったんです。ライトさんだけじゃなくて、バニラさんやファングさん、母さんも。過去を変えたくてずっと研究を。クポ。現実逃避と言われても仕方ないですね。ただおかげで気づけました。僕らの他にも何者かが歴史に干渉している。あ、そいつが過去を変えたんです。ライトさんは一度は帰ってきたはずだった、うん、セラさんだけがそれを覚えていて。クポ。いや、書き換わったとは限らない。もともと記録されていた予言かもしれない。最初の映像の続きか。これが未来の予言だとしたら、国運はいつか落ちる。ノエル、あなたの時代には国運はなくなってるって言ってたよね。俺が生まれるずっと前にな。国運が崩壊したせいで世界はめちゃくちゃになった。その時国運を落としたのはカイアス。違う、そんなはずはない。ねえ、国運はいつ落ちるの？何年後？もうすぐなの？慌てるな、今から何百年も後だ。なんだ、ずっと先じゃない。みんな生きてないわね。生きてるよ。国運が落ちて世界が傷ついて、そんな時代に生きる人がいる。ああ、それが俺の生きた未来だ。変えよう
よ、ノエル。一緒に未来を変えよう。国運の崩壊を止めればノエルの時代だって変わるよ。どうやって？国運が落ちる現場に行って支えようとでも言うの？その時代に通じるゲートはあるの？それは直接その時代に行けなくても方法はあります。今の積み重ねが未来でしょう。数百年先に国運が落ちる可能性があっても今から行動すればそんな未来を防げる。もし防げなかったら？被害を減らす方法を準備します。今から研究して準備しておけばたとえ国運が落下しても地上の被害は最小限で済みます。了解。俺たちはゲートを探して未来を変える。あんたは今から準備を始めてくれ。変えましょう未来を。未来が変われば、未来が変われば過去も変わる。セラさん。ここ？あ、なんでもないの。ホープ君、ありがとう。時を隔てても目的は一緒ですね。ホープは過去を希望に変えた。過去があいつの背中を押した、そして今もっと残酷な未来に立ち向かおうとしてくれている。セラ、お前もどうか歩いてきた過去を信じてくれ。クリスタルの柱があんなにもろく崩れるなんて。何百年もかけて少しずつ傷ついて壊れていった。そして戦争が起きて国運は落ちるんだ。なんでカイアスのやつが。クリスタルの柱が何百年もかけて、なんで。ノエル、私最初はお姉ちゃんに会いたいだけだったの。でも今は違う。未来を救いたい。ありがとう、セラ。行こう、次の時代に。クポ、扉と鍵を探す。クポ、今のところオーパーツの手がかりはないな。まだ調べてない場所がありそうだ。いろんな人に聞き込みをしてみようか。何かわかるかもよ。パドラ遺跡、例えば呼び出した古代の民は。軽い事件でもないかな。この付近には重要な遺物があると推測されています。よく調べれば新発見があるかもしれませんよ。さて、この鍵はどこの扉のだ？一
石の中には気配がないのクポ。山の方で時空の乱れを感じたクポ。軽い事件でもないかな。
未来は変えられるよね。俺たちが変える。それぞれの故郷に笑顔で帰るんだ。お姉ちゃん、ホープ君のおかげでやっと光が見えたよ。パラドクスを解決することが未来を救うことなんだよね。ホープ君も私たちもやり方は違うけど目標は同じ。未来の空を、コクーンを守る。そうすればきっとお姉ちゃんに会える。信じてる。